現存する鉄道の基礎マスダ作道とは、現在の島根県マスダ市に1951年まで存在していた貨物専用の作道である。大正時代、木材の需要が急増し、現在のマスダ市引き見町にあたる地域では多くの木材が切り出されていた。しかし当時は道路の状態が悪く、入馬車で2日、トラックでも10時間程度用していた。 そこで地元の有志数名が発起し、安全作動によって建設が開始された。開業後の経営は良好であり、引き見地区からは木材、木炭、枕木などが送られ、マスダからは食料品などの生活物資が送り出された。当時引き見地区には7000人を超える人が住み、活況を呈していたと言われている。昭和初期にはマスダ駅に 国鉄の岩見マス駅からの専用線が設置された。しかし、道路の改修によるトラックの普及、施設の老朽化などにより経営は悪化し、1951年7月に運行を終了した。その後、215本あった鉄塔はすべて撤去され、鉄材として売却された。また駅舎も現在はすべて取り壊されており、現存するものはない。 日本全国諸外者役員録。第34回ありがとうございます。